よだちゃんのウィークまで3、2、1。正統派美少女よだゆうき。先輩、隣に座ってもいいですか？ちっちゃいけど色気もあるから。あ、どんな言葉で今あなたに伝えられるだろう。不器用な僕だけどちゃんとあなたに届くように、明日が見えなくなって信じることが怖くなって、過去を悔やんでは責めたりもしたけれど、僕を愛し続けてくれた人、もしも明日世界が終わっても会えない日々が続いたとして